ねえ、ベチコン、うん、今度新大久保にね、すっごい可愛いカフェができるの。そうなんだ。もしよかったらさ、一緒に行かない？行くよ。やったー、嬉しい。いつもありがとうね。え、俺、ほなさ、そういうなんか、おしゃれな流行とかさ、なんかインスタとかよくわかんないからさ、リーヌがそういう女の子の悩みとか教えてくれて、いつも助かってる。リーヌもたまたま見ただけだから、うん、おしゃれ番長。なんでおしゃれ番長って意味わかんない。ちょっと楽しみ、うん、あ、じゃあさ、うん、その時さ、うん、もしベチコがよかったらでいいんだけど、うん、Y2K ファッションしていかない？いや、嫌だったらいいんだ、全然。あの、うん、ワイツケファッション二人でしたいなって、リーヌが、あの、一方的に思っただけだから、ごめん、ごめん、ごめん。今流行ってるの？今流行ってるの？流行ってるよ。うん、そうなんだ。すげえ、すごい流行ってる。すげえ、そう！なんかもう、昔のが、もう今流行ってるみたいな。へぇー。2000年ぐらいの？うん、うん、そう。あ、そう。そう、すごい流行ってんの。いや、そう。嬉しい。嬉しい？流行ってるんだ。そう。で、あの、海外とかでもすっごい流行ってんの。まあ、そうか、そうだよね。はい、はい、はい。もしよかったらなと思って。よかった。あとね、その Y2K の音楽とかも、すっごい今。ああ、そうだよね。いや、音楽ね、いいよね。すごいね。はい、はい、はい。すっごいね、こっち来てんの。そう、いやー、俺としたことが、そう、そうなんだ。よかったらなー。もちろん。え、ほんとに？むしろありがとうね。え、なんで？いや、嬉しい、なんか、ずっとしたかったの、実は。もう、言ってよ、めちこー。だけどさ、やっぱその、一人でやるのはやっぱ勇気がさー。だから二人で、こう、なるね、こう、ファッションすれば、ね、Y2Kのファッションすれば、もう超かわいいよ。ほんとありがとうね。うん、買った。それ、リーヌがそんな言ってくれないと思わなかったの。切る。やった、うん、じゃあ決まりね。うん、やった。じゃあ明日ね。うん、明日ね。じゃあね。じゃあね。さあ、5日もぴったり。にしても、ベチコ遅いなぁ。大丈夫かなぁ。リーヌさん、ヘイ、リーヌさん、遊びましょう。ベチコ、ヤッホ。え？お待たせ。やっとかな、結構頑張ったんだよね。何その格好？やだな、もういいって。今日ほら、この格好するって約束だったでしょ。早くリーヌさんのお腹なんか出してないでさ、着替えてきなよ。待ってるから。ね、ね、ベチコ、その格好のどこが Y2K ファッションなの？え？いや、日本の Y2J でしょ。まあ、ちょっとまあやっぱりね、女の子だからやっぱり革ジャンとかちょっとあれだったけど、やっぱりまあ2018年代の新日に来た時の、うん、Y2J。 Y2J って何？え？約束したじゃん、一緒に Y2J でカフェ行こうって。早くリーヌさん。で、ベチコ、ん？ Y2K だよ。Y2K ファッション。ほら、この昔流行ったじゃん。昔流行ったやつを今の格好すんの。だから。だから2000年とかに流行ったやつ、格好を今、うん、してる。Y2J。Y2K だよ。ジェリコじゃないの？誰それ？だから Y2J でクリス・ジェリコでしょ。ほら、 WWE のスーパースター。2018年には岡田、棚橋、イービルとか、もう数々の新日の外敵になった Y2J だよ。約束したじゃん。違うよ、安室奈美恵ちゃんとかさ、そういう
でで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 でチャンネル登録をさせる。